阪急電鉄の通勤系電車である。ラッシュ時の座席収納車として2両編成2本が製造され、神戸線に投入された。本記事では、編成表記を大阪梅田法線当社の車両番号で代表する。1980年代後半からのバブル期に乗客が増加し、神戸線のラッシュ人走力が限界に達しつつあった。 混雑緩和に対応するために座席収納車を新造することとなり、1995年にアルナ後期で8200から8250と8201から8251の2両編成2本、計4両が製造された。座席収納車はすでに東日本旅客鉄道の205系、左派204型6、扉車などで採用実績があったが、 関西の鉄道事業者としては配給が初採用となった。通勤特急運用につく8200系の車体側面8000系に準じた構造、寸法の押し出し方材の溶接組み立てによるアルミ合金製車体を備える。3、扉車であるがラッシュ時の混雑緩和と乗降時間の短縮を目的として客室扉は従来より200ミリメートル。 広い 1500mm となった。座席収納時はべて立席となるため、側窓を上に 105mm、荷物棚も 100mm 高くした。側窓は横方向にも拡大し、扉間に2枚、連結面側が1枚に減少した。扉間及び連結面より車端部の側窓は8000、系の設計を踏襲し、空気圧動作による一斉。 個別操作可能な加工式のパワーウィンドウとなっており、扉間の窓数が減少したこともあり、窓高さ及び窓幅を拡大して、開口寸法を極力在来者に近づけるようにしている。なお、各、側窓は、戸袋窓や扉窓を含めすべて、複層式の熱線吸収ガラスを採用しており、日よけは、従来のアルミ製ヨロイドを止め、 フリーストップタイプの一般的なロールアップカーテンに変更している。運転台折りま面は設計当時風圧による問題を指摘され初期、製造グループ以降幾度も形状変更を繰り返していた8000系及び8300系の実績を受け、左右相加辺直下のラインで苦悩事情に折れ曲がる複雑な3面折りま構成とし、8000系及び8300系において、 やはり一同で試行錯誤を繰り返していた形式番号を向かって左の車掌台そばめ窓の内側下部に表示するようにし、伝承式として夜間などの視認性を確保している。前面の種別、行き先表示器は従来通り幕式を踏襲するが、側窓の寸法を拡大した関係で車体側面の種別、行き先表示器については、 小スペース化が可能な LED 式が採用され、日本語用と英語用の二つを並べて配置している。改造前の室内座席については、従来同様すべてロングシートであるが、ラッシュ時に最も混雑率の高い埋め高田に増結することを前提として折りたたみ式座席を採用していた。この座席は空気圧動作のシリンダーを内蔵しており、運転台からの指令で、 開閉操作や手動での開閉の可否を切り替え可能としている。車内の客用側扉上には千鳥配置で LED 式の車内案内表示装置と14インチの液晶ディスプレイを設置し、FM 大阪のニュースや天気予報、沿線情報が表示される。釣り革も数を増やし、阪急では初めて枕木方向にも設置、かつ同社で初めての三角型を使用した。 加えて、車内の出入り口中央部にスタンションポールを設置している。空調装置は、ラッシュ時の快適性を改善すべく、冷凍能力1500キロカロリー H の集約分散式を4機搭載、機制は連続式とした。陶器の暖房能力を向上させるため、ヒートポンプ式の冷暖房兼用とし、座席下部のヒーターと併用している。 VVVF インバータ制御装置は 8000K と同様に投資製でスイッチング素子として GTO を採用する。ただし、8000K では1機のインバータ装置で4個のカゴ形、3小誘導電動機を制御する 1C4M 制御方式によるイエンビ 032A0 を搭載しているのに対し、本系列では、 粘着特性の改善を狙って、インバータ装置を3セット内蔵し、それぞれ1個の電動機を制御する 1C1、M 個別制御方式とした、s v f 0 1 8 a l を搭載している。また、この装置は、日本製の VVVF インバータでは、最初のベクトル制御方式を採用、打行制御も装備している。主電動機は、東芝 C-350。 カゴカタチ3小誘導電動機を8200系の拡大車に合計3機搭載する。この電動機は設計最高速度を時速 130km として将来のスピードアップにも対応可能なように8000系の C317 よりも出力に余裕を持たせて計画され、一方で高低角回転数仕様として 磁気回路容量を削減することで軽量化を実現している。駆動装置は WN ドライブで高低角回転数のため波数比を 8000K の5.31から6.13に引き上げて定格速度を 8000K と揃えている。なお、この電動機は8両編成時の 各電動車に4機ずつ搭載とすることで、最高速度実測 130km の条件の、下でも MT 比 3M5T での運転が可能な、性能を備える。台車は、京都 18300K にも採用された、ボルスタレス式台車で、住友金属工業 SS-139、ASS-039A を装着する。 Z リンク式牽引装置とモノリンク式軸箱指示機構を備える。ブレーキ時の電力回生効率を向上させるため、制御機側の回生ブレーキを優先使用する設計のナブテスコハードマイナス位電気指令ブレーキを搭載する。拡大車の基礎ブレーキ装置は、ブレーキ動作時の滑走防止を目的として、ABS 装置負のユニットブレーキとしている。 大阪梅田法は通常の密着連結器を、神戸三宮法は電気連結器付き密着連結器を装着している。終電装置は冷房装置の増強で屋根上スペース確保が困難となったことから、阪急電鉄では初採用となる軽量小型のシングルアーム式パンタグラフ PT-70 型が8200型に2機搭載されている。 8000K の派生系列であるが、両数が限られることから、予備番号を使用し、5200K や 2200K と、同様、形式の100の位が200番台とされている。2017年9月に、形式故障が変更され、8200型は MC8200K、8250型は TC8250、型と改められた。 特急深海地域に増結されている三宮止まりの阪急8200系本系列は1995年6月12日の神戸線の阪神淡路大震災からの全線復旧に伴うダイヤ改正から運用を開始しこのダイヤ改正で新設された梅田行き通勤急行のうち特に混雑する2列車へ西宮北口駅で増結する運用に 座席収納状態で重当された。1995年11月10日には、8200回が、当時6両編成の8000系8020回と、蘇生して、神戸線の普通運用に急遽重当された実績も、ある。その後、山陽電気鉄道本線に直通していた特急の増結車として、座席使用可能な状態で、 ユーラッシュ時にも重当が開始された。これは、山陽電鉄線内各駅は、ホーム有効庁の関係で6両編成までしか入線できないという制約があるためで、本系列を三宮駅で増結切り離しを行ったが、1998年2月15日のダイヤ改正で、山陽電鉄線への乗り入れが中止されたことに伴い、ユーラッシュ時の運用は廃止された。 それ以降、平日朝ラッシュ時の上り通勤急行梅田駅の混雑緩和を目的として、7時台の三宮発日本に、西宮北口駅4号線ホームで座席収納の状態で梅田方に増結して、重量編成で梅田駅に到着していた。到着後はそのまま回送列車となり、西宮車庫へ入庫したため、この時期には、 通常の営業運転で座席が使用されることはなかった。座席収納の状態で運用されていた。当時、本系列が充当される列車は定められており、西宮北口駅ホームに掲示されている、重量、運転する列車のみを記した時刻表にも、大阪方前に両座席収納車と注釈が付けられていた。なお、本系列が検査などで使用できない場合は、 多系列で運行されていた本系列においては、収納式座席をはじめ半球で、初採用となる接客設備が多数取り入れられ、上述の通り通勤急行用として朝ラッシュ時の混雑緩和に大きな威力を発揮した。しかし、運用開始前の1995年1月に、発生した阪神、淡路大震災や、並行する JR 神戸線へ、 接客設備と高速運転性能に優れた2 2 3系が新快速用として集中投入され同線の競争力が向上した結果乗客数の減少により神戸線の混雑が緩和されたこと座席が収納されていて着席できないことに対して乗客から反発が出たことなどの事情から本系列は初年度4両で製造終了となった 1997年に増備された宝塚専用、増結車の8 0 0 0系8 0 4 0型は、8 2 0 0系と同じ台車、伝送品を採用している。2007年10月29日から、優先座席復活などに合わせて、座席収納車両の運用を廃止したため、しばらく座席使用可能状態で運用された後、8 0 0 0系に準じた内装に改造された。 現在は他の増結者と共通の運用に入っている。本系列は日本とも増結者扱いであり、通常は平日朝ラッシュ時のみの運用であるが、イベントや訓練等で通常は入線しない伊丹線や今津線を走行することがある。座席収納車両の運用の廃止に伴い、2007年12月から2008年3月に、 かけて8200回8201回ともに、小弱工場にいて、以下の改造が行われた。接客設備については、2014年3月31日の、見えるラジオ、サービス終了に伴い、液晶ディスプレイの FM 大阪ニュースが同日をもって、提供を終了した。その後2015年6月頃を境に、液晶ディスプレイが撤去されている。 なお、LED 式車内案内表示器は、2013年の駅ナンバリング導入を機に、自駅案内、乗り換え案内等の表示に一部改良を加えた上で、引き続き使用されている。2016年頃にに編成ともに全商都が LED に更新されている。ありがとうございます。